すごい、何これ。タワー、ありがとう。すごい、こんなタワーあるの。祝30って、ありがとう、ケイさん、ありがとう。ありがとうございます。びっくり、すごいね、こんなタワーがあるんだ。すごい。30、口か。30、すごい嬉しい、ありがとう、ケイさん、ケイさん。じゃあ次は30を振り、折り目地点として、次は60ですね。次の節目は60なんかな、次の節目は60かな、いつなんだろう。嬉しい。30、水色が見当たらなかった、うーん、緑で書こう。ありがとう、祝30。ちょっと書きたいこといっぱいありすぎて足りなかった。ありがとう、30日タワーありがとう、計算。祝30日、いつも配信見てくれてありがとうございます。次は、次の記念はいつなんだろう、何日かな、60かな。こんばんは、キュンです。そう、折り返しって言いたかった。こんばんは、佐々木配信いつやろうかな、やろう、来週とかやろうかな、ささやき配信。ありがとうございます、スクショした。ありがとう、ありがとう、スケーモンさん、バラありがとうございます、ありがとう。こんばんは、祝30、こんばんは、お仕事、買い物、お帰りなさい、お疲れ様です。本当？佐々木配信しようかな。来週しようかな、来週しようかな、佐々木配信。
10本。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。待って、嬉しい。ありがとう。もうちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これは瀬戸内の太陽さん。ありがとう、ありがたわー、ありがたわーなんて言葉じゃ表せれないぐらいのありがとうだよ。本当に本当にありがとう。もうめっちゃ愛込めます。ありがとう。よし、できた。あ、そうだ、これピンクじゃなかった。また忘れちゃった、ピンクのこと。ペンライトカラーできた。じゃん、ありがとう。これは瀬戸内の太陽さん、タワー10本、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。読んでね。読めるかな、読めます、見える、ちゃんとスクショして。ありがとう。大好きです。
ありがとう、本当に本当にありがとう。これからも頑張るね。これからも毎日毎日配信するけん見に来てね、ぜひぜひ。太陽になって照らします、ピカピカと。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。皆さんこんばんは。すごい初見さんたくさん。待ってよ、どこから読んでないかなコメント。こんばんは初見さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。スーパーサブ48さん、こんばんは。初見さん、テリウスさん、初見さんこんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします。こんばんは、ありがとう。こんばんは。花子さん、初見さんなに、ありがとうございます。岡田あずみです。タイムさん、初見さんこんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします。こんばんは。すごいたくさん初見さんありがとうございます。この方が来てくれてる。オンライン話、あ、追加応募した、ありがとう。ありがとう。ちょっと待って、自己紹介全然してないから自己紹介します。ありがとうございます。三浦みのるさん、お話し会お話しできるの楽しみにしとるけん。たくさん話そうね。ありがとうございます。じゃん、 ST48 研究生岡田あずみです。ぜひルームフォローよろしくお願いします。胸太郎さん、初見さんこんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします。なんと今日ね、2000人さん行きました。フォロワーさん2014人だったかな、フォロワーさんが。嬉しい、ありがとうございます。フォローしてくださってる皆さん。ありがとう。これからもポチッとな、ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとう。そしてお話し会のお話します。じゃん、こちらの6日程に参加させていただきます。6月25日土曜日3時間目、6月26日日曜日1時間目、7月24日日曜日3時間目、8月11日木曜日祝日1時間目、9月10日土曜日1時間目、9月23日金曜日祝日3時間目、こちらの6日程に参加させていただきます。今回の第3再販がこの 6月25と6月26がラストの受付になるので、ぜひぜひ皆さんお待ちしてます。おすすめ日は初日の6月25とここですね、9月23日です。そしてお話し会のテーマも考えてきたので、ぜひ気になったテーマがあったらそのお話し会にも参加してほしいし、ちょっとね、ちょっと見てってくださいテーマ。6月25日土曜日と6月26日日曜日はあなたのことが知りたい日です。あなたのことが知りたい日、あなたのことをたくさん教えてください。25と26質問攻めにします。この日は質問攻めされたい方はぜひお待ちしてます。お話ししましょう、たくさん。この日がラストになります、今回の再販で受付が。
そしてじゃん、7月24日日曜日は七夕の月ということで、お互いのお願い事を言い合う日です。8月11日木曜日祝日は今年の夏やりたいこと楽しみなことをお話しする日です。お待ちしてます。そしてじゃん、9月10日土曜日は私のことをたくさん知ってもらう日。9月23日金曜日祝日はお互いの好きなところを言い合う日です。好きなところ、そう、9月はラブラブ、うん、どのお話し会もラブラブだけど、9月は特にラブラブしましょう。しましょう、好きなところ。そして6日ってあるんですけど、お話し会が全部の日程に参加された方、6日程全部参加された方は解禁賞ということで、9月23日のここのお話し会で解禁賞特典、私からのささやき、愛のささやきが待ってますので、それもお楽しみに。解禁された、すべて解禁賞の方に愛のささやきします。ささやいちゃいます。ぜひお楽しみに、お話し会お待ちしてます。たくさんお話ししましょう。6月18日の関西会場での、関西じゃない、関東会場での、リアルお話し会もお待ちしてます。研究生4人とね、お話ができるので、ぜひぜひ会場に行って先輩方とお話しされる方は、ぜひ研究生4人とお話ししてませんか。お待ちしてます。こんばんは、生写真届いてコンプできたけど、メッセージ入れ方なかったので、旅に出ないで。旅に出ないでよ。そっか、コンプメッセージ入りが当たらなかったのか。旅に出ないでよ。旅に出たら寂しい。旅に出ちゃやだ。旅に出ちゃやだよ。こんばんは。25日は聞きますよ、めっちゃ。めっちゃ質問します、答える準備を、めっちゃ聞き出します。こんばんは。あ、5周年申し込み完了ありがとうございます。そう、7月の10日に5周ありグリーンアリーナでの振り返りコンサートが決まりまして、5周年コンサートがあります。今日出てましたね、先行のチケット販売の情報が出てましたね。ぜひぜひお待ちしてます。グリーンアリーナ5周年コンサート、階段。そう、階段ね、階段、7月に階段配信期待してる。ぜひ期待しててください。楽しみ。あ、そう、明日は6時から、研究生4人で特別配信に出演してきます。三ノ橋ありささんと一緒に5人で、楽しみ、研究生4人と三ノ橋ありささん、楽しみですね。明日めっちゃ楽しみ。ぜひ見てください、6時からです。こんばんは、お仕事お帰りなさい、お疲れ様です、お帰りなさい。4人と話したらやばい。っていうか、くるくるの配信のところおったの私知っとるんじゃけんね、テリーさん。見たんじゃけんね。実は見とるんよ。こんばんは、ありがとう。はじめましてじゃないでしょ、せいちゃん。こんばんは、こんばんは。ね、すごい、30日祝で、ここもすごいし、ここもすごいし。すごい。すごい、今日は嬉しい、
祝おめでとうってたくさんお花が並んで、あ、ここパンダいる、今見つけた、ここパンダいる、こっちかな、皆さんから見たら、え、どっちなんだろう、ここにパンダがいる、今あれだった、お花とかにさ集中してて見つけれてなかった、ここパンダおる、こっちかな、こっち、皆さんから見たらここに、ここら辺にパンダがおるくない、画面外の画面、こっちか、パンダが覗いとる、サングラスかけた、かわいい、めっちゃ気づかんかった、パンダが覗いてる、かわいいパンダ、最近ちょっとパンダが来てますね自分の中で、こんばんは、お、メール届けました、よかった、嬉しい、どうだった、メールメール届いたね、え、峰吉アリサさんとめっちゃ楽しみです、お、落ち着いた、お帰りなさい、帰り、こんばんは、今日誕生日なの、おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマサヤさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます、今年の抱負をおめでとう、素敵な一年にしてね、おめでとうございます、5周年、来てください、5周年待っとる、くるくんのメッセージが出たのでくるくんとか旅に見つけたよ、あれ、てるいさんがおると思って結構見つけてますからね、てるいさん以外にも、あれ元気さ、休みだけだよ、うん、ありがとう、ネギキッスあげちゃう、そう、結構ねみんなの配信で、ね、覗きに行くからね、マリちゃん30日おめありがとうございます、たまりパンダ確かにサングラスしとる、こんばんは、ね、ちょっと怪しいよねサングラスサングラスかけて、なんでサングラスなんだろう、かわいい、でもパンダかわいいよね、パンダいい、パンダ好き、ね、パンダかわいい、こんばんは、エステコンサートお待ちしてます、あ、今年の抱負言ってくれたんだそっか、じゃあ楽しみにしてます、楽しい時間にしましょう、一日、素敵な一年にしてね、お、明日の配信頑張ってきます、楽しんでくる、楽しんできます、楽しみ楽しみ楽しみですね、そう、どんな内容かお楽しみに、結構てんこ盛りな感じです結構いろいろ楽しい企画、楽しいこと盛りだくさんな感じなので、ぜひぜひお待ちしてます、お待ちしてます、こんばんは、よくとあずみそうだよ、あんまりね、そう、よそ見ばっかりしてると背後でこうやってあずみが立ってるかもしれないので、皆さんよそ見しすぎは注意ですよ、こうやって立っとるよ後ろでこうやって腕組んで返信はね、名前表示されないんです、メールの返信。じゃけん、あの、下に、一番下にお名前を入れてほしいです、メール返信してくださる方。
6月5月とメール取ってくださってる方ありがとうございます。メール返信するときはお名前がね表示されないので、下ら辺に小太郎さんだったら小太郎とか入れててくださると、あの分かる、あ誰々さんからのお返事だっていうのが分かるので、ぜひ入れてください。よろしくお願いします。研究生でメール取ってるアズミンだけど今はまだなんか一言ね余計なんでいらないんだよな今はまだって、うん、まあじゃあ今あずみんだけならまあまだ許そう申し込み完了、うん、ありがとう、申し込み完了、たくさん会えますように。お7月予定盛りだくさんだね。30日おめでとう、ありがとう、こんばんは、ありがとうございますそう、休みしすぎたらこうやって立ってます、後ろハイゴレになりますこんばんはまあよそ見しないことだな、あんまりよそ見してもいいけどちゃんと戻ってきてね。こんばんは、そう返信、そうなんよ、今までもこれまでも、こんばんは、これまでも返信がをたくさんお返事をねもらってるんだけど、お名前を書かれてない方の方が多くって、そうめちゃくちゃ嬉しい、ま、嬉しくて読んでるんだけど、どの方からのお返事なのかが分からなくってってことが多いから、あのぜひお名前は一番下にか上かどこにでも入れててほしいです。お返事の時はお名前と一緒によろしくお願いします。前回の5周年チケット忘れたか、あ今回絶対当選する、祈っとくます、一緒に絶対当選する、絶対当選します、祈っとく、私も当選するように。あネクロさんありがとう、読んだよネクロさんからのお返事、嬉しかったありがとう、これからあずみとか絶対ありがとうチキありがとう、最近あ名前書いてます、ありがとうね、ぬっしーさんも、そうお返事のところにね名前を書いててほしいですね、よろしくお願いします。全然これからぜひぜひ書いてて、でも嬉しいです、返事、お返事読むの楽しみにしてます、いつも楽しみ、こんばんは、ありがとう、ずっと睨まれるんです一緒にお話しするときは睨まないよ、どこ散歩行っとったいいですね、そのどこ散歩行っとったって聞き方すごい好きです散歩行くね、散歩行くって表現いいな、いいですね、散歩行くあずみ見に来るんじゃないの、せいちゃん、見に来てほしいな、あずみんあずみんのこと見に来てほしかったけどな、こんばんは、ぜひお名前書いてくださいな、で今日はね
あ、今日はケンタッキー食べました夜ご飯ケンタッキー食べたんよ。めっちゃ久々久々にケンタッキー食べた。周年行きたいけど片道、あーそっか、しかも日曜日だから次の日お仕事とかだとちょっと大変だったりするんかな、どうなんだろう。片道5時間4時間5時間そっか。来てほしかったけどな。4歩で散歩終了どこ行ってきたの4歩で散歩そうケンタッキー食べたの今日。なんかめっちゃ食べたくなって久しぶりに。あんまり食べない、あんまり食べないんですよケンタッキーって。ケンタッキーあんまり食べなくてめっちゃ久しぶりに食べました。クリスピーチキン好き、クリスピーチキン好きです。美味しいよね。クリスピーチキンだっけ、クリスピー、クリスピーチキン、クリスピーチキンが好き。美味しいよねあれ。久しぶりに食べたケンタッキー、ケンタッキーおじさん。そう日曜日だと帰りがバタバタね。え、そうだね、そうだね。ツイスター食べなかった。ケンタ、おずみが好き、ありがとう私も好きだよありがとう。お、メロン飲みながら、え、嬉しい。メロン、そっか昨日から出てるんか。メロン、メロン飲みたい。どうだったメロン、メロン飲みましたか。まだ飲んでないかな。1日2日目か今日出て、スタバの新作のメロン飲みました。飲んでないかな。どうなんだろうあれ、どんな感じ、どんな感じだった。美味しそうだなと思ってたんだけど。メロン、あ、抹茶みたいなんですか。抹茶みたいなんだ。じゃあんまり甘くない、あんま、どうなんだろう。あ、飲んできた、美味しかった。あ、色が、なるほどね、色がね、確かに緑色だから好きを伝え、ありがとうカニ、うん、果肉も入ってるんだ。結構メロンって感じですか。メロンって感じなんかな。メロン、メロン、そう最近のバナナとかイチゴとかも全然飲めてないから、こんばんは。飲みたいですねメロン。あ、結構メロンなんだ。でもなんかフラペチーノよりもホワイトモカって分かります？スタバのスターバックスのホワイトモカ、ホワイトモカ飲んだことある、ありますか。ホワイトモカがを最近飲み出してめっちゃ美味しいよね。ホワイトモカあれもめちゃめちゃって、ホワイトモカをよく飲んでるんよ。フラペチーノ、最近フラペチーノから離れててあんまり飲んでなくって、ちょっとメロンで戻りそうねえ、土曜日なら金曜日寝るから。ああ、そっか、確かにね、日曜日より土曜日の方が
いいかみたいな方も多いかもね。こんばんは。カニすごい。メロンめっちゃ気になってるんよね今。ホワイトモカ美味しいよ。ホワイトモカアイスをよく飲んでるんだけど、すごく好きすごく好きなやつだった個人的にホワイトモカ美味しい。リモさんありがとう。あー嬉しいありがとうございますリモさーんありがとう嬉しい。あー会いたいから最大限画面に近づく嬉しいです。これからよろしくお願いします。楽しい、いっぱい思い出作りましょう。ステッカーありますよ。使ってるよありがとうね。ステッカー持ってるよ。散歩行ってらっしゃい帰ってきてね。最近スタバ行ってない。スタバね、抹茶美味しいよね。わかる。フラペチーノの抹茶は大優勝大優勝。抹茶はほんまに美味しい。一番好きですねやっぱフラペチーノ界。期間限定のやつも美味しいけど、美味しいしよく飲んだりするけど、でもやっぱり抹茶好きっていうのもあるからあるけど、自分自身がね、抹茶はもう本当に大優勝って感じ抹茶めっちゃ美味しい。抹茶めっちゃ好き。抹茶好きですね。こんばんは。お、しおりんさん、クマのペイントのやつと30日おめ、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。あ、しゅうりんさん、さくらんぼもありがとうございます。りもんさん、30日おめ、ありがとうございます。大きな会場でもどちらか言えば劇中で声見ろ。そうだね。まあどっちも良さがあるね。大きな会場と小さな公園のね、良さどっちもあるよ。優勝の上、大優勝、抹茶が一番頂点にして原点です。原点にして頂点、どっちかな、わかんない頂点にして原点にして頂点です。めっちゃ飲んでるもん抹茶。ただね、そうフラペチーノってさ、ちょっとやっぱりカロリーさんが大きいじゃない、フラペチーノってちょっとね、飲むのね考えちゃうんよね。どうやってこのカロリーを消費しようって考えて、そういかに罪悪感なく飲めるかって考えちゃう最近。嫌だ。そうカロリーさんがだから大体フラペチーノ飲んだら、あ、そう、あの行き帰りは絶対歩くとかなんか決め事作ってます、自分の中で。近所にスタバできたのいいな。行ってみんちゃい行ってみんちゃい、行ってめっちゃいいじゃん。スタバ近所にできたの。直樹さん30日おめ、ありがとうございます。こんばんは。ともっちさん30日おめ、ありがとうございます。散歩してこようかな。いいけど、すぐ帰ってくるんだったらいいよすぐ帰ってくるんだったらいいよ。今日団長、そう30日祝日じゃない、間違えた30日祝30日で、すごい今日は豪華なお部屋です。キラキラキーラ、キラキラキーラ、
キラ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 、ゴールド、ゴールド団長かっこいい。サッカー見てるのね。どう調子は応援してるチームの調子はどうですか。いい感じ、勝ってる。ともちさんかわいい、ありがとうございます。そう、カロリーさんとの戦い結構ね、結構ちょっとそう、あの辛い戦いカロリーさんとの戦い。こんばんは。もうそうね、なんかやっぱり歩くの結構いいらしいよ。ウォーキング、ランニングもいいけどウォーキングいいらしい。なんかランニングってさ、自分の経験上ランニングが続いたことないんですよ。うん、もうランニングとかそういう系が大変すぎて継続したことがないので、最近はもうランニングはしないって決めて、どっかの例えばここからここまでの場所移動するのを電車バスとかそういう交通機関使うんじゃなくて歩くとかにして、 そっちにシフトチェンジしてます運動の仕方を。絶対続かないんよ私、毎日30分ランニングとか。続かない、続かないタイプなんですよね。続くタイプになりたいけど。お、ゾウちゃんさん、初見さん、ゾウちゃんありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。冬渕さんハートありがとうございます。祝日じゃない間違えた、祝日って言っちゃった。祝です、祝、祝。いや、あのここが違うのここは一緒だけどここが違うルーム自体が輝いてるって意味。あ、サッカー日本代表か、今日日本代表の試合か今日ね。私もスタバは家の近くにないですね。遠くまで行かないとないですね。こんばんは。625歩歩いたの、すごい。お、ね、ありがとう、連続配信ありがとうございます。これからも毎日配信するけん見に来てね。ね、継続ってね、大切だし大変だし、だからあんまり辛いものを設定しない方がいいんだっていうのに気づきましたね最近。辛い、いかに自分が続けられるものに設定して毎日続けるかが大事ですね。会社まで歩いてるの？すごい、いいじゃん、いいじゃないですか。40分歩いてるって、確かにテレワーク、確かにね。ねえ、ランニング、そう、モチベもあるよね。自分の中でモチベがないと続かなかったりする。こんばんは。そう、頑張って戦ってます自分とジョギング。こんばんは。5000歩すごい。あ、日本勝ってる、そっか。あー、配信見るためにより、ありがとう。そうなんだ、ありがとうねじゃあゆっくりメロン飲んで、私の配信見て気をつけて帰ってね、お仕事からお家までありがとう。パワー、売りない、はい、ありがとう。ルーム花いっぱい
画面もタワーいっぱいあるね。元気いっぱい元気いっぱい元気いっぱい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 がいっぱい。こんばんは、花レモンさん、初見さん、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。キヨ兄さん、30日おめありがとうございます。浮遊物さん、30日おめありがとうございます。熊根パパさん、花びらたちたくさんありがとうございます。浮遊物さんも花びらたち、桜の花、桜じゃないか、花びらたくさんありがとうございます。キヨさん、こんばんは。話し会で15ヶ月ランニング続けて、体重かなり減らして、今でもえ、なにそれ、10ヶ月ランニング続けて体重かなり、今でも、聞きたい聞きたい、すごー、10ヶ月ランニング続けたの、教えて教えてしてよ、教えて。テレーザーのことたくさん知る日だから教えて。すごいね、10ヶ月ランニング続けたの。今も走ってるの？すごい、ストイックですね。かっこいいです。ゆうやふくちゃんさん、ありがとう嬉しい話し方嬉しい、嬉しいです。はらさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。メール始めました、ありがとうありがとう。おかえりなさい戻ってきた、散歩から、散歩から戻ってきた。七並べ、今イベント中ですね、七並べの。いいな、私も先輩方と本人登場してみたい自分も登場してみたい早くいつかいつかな、本人登場したいですね。こんばんは、住吉始めました、ありがとうありがとうねえ、七並べしたいです。今日さ自動販売機で飲み物を飲みたくって、なんかミルクティーとフルーツティーとか、なんかいろんな種類があって、ミルクティーとフルーツティーが並んでたんですよ。どっちも美味しそうで、わあどっちも飲みたいと思って、同じ値段だったけん、もうどっちか選べれんすぎて、同時にポンって押したらミルクティーが出てきて、ミルクティー飲んだんだけど、ミルクティー当たりだった。なんかボス、ボスってあるじゃん、コーヒーのボス、コーヒーあのメーカーがコーヒーのボスってメーカー、あれのミルクティーとそれのフルーティー、フルーツティーみたいなやつの種類が2個並んでて、結局ミルクティー飲んだんだけど、そう結構いいよ、悩んだ時に二個押しよくやるめっちゃ悩んだ時とか、悩んでどっち買おうってなった時はせーのボンって押して、で落ちてきた方を飲むみたいなやってます。おかしい、あれ壊れるかな、 やりすぎたら。ほんまはやっちゃいけんことかな、あ、やりすぎ、あんまりやりすぎたらいけんのかな。そう、同情しようか、いいのかな、わかんないおすすめしていいのかわかんないけどよくやるんだよって話。
ニーノさん、初見さん、なーにー、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。健康のために4歩の散歩ってどういうこと？4歩ってもう家出て戻ってぐらいじゃんねえ。お話、そう、家の近くの自販機でコーラ買おうとして、ボタンしたら、出てこない。どうなったんそれ、お金入れたのに飲めれんかったんコーラ。なんでなか、売り切れだったんかな。お金は、お金は出てきたちゃんとな。初めてそんなこと。そう、美味しい、美味しかったよミルクティー。こんばんは。そう、二甲子やってみて。自動販売機同調し、左、あ、あ、左、左選ば、左、左だった。左が落ちた。左がミルクティーで、右がフルーツティーだった。左でした、左でした、落ちた方。あ、左、あ、なんかある。そうなんじゃ、今まで全然、あれ、どうだったっけ。左か。そうな、どっちかじゃないんだ。左な、決まっとるんじゃ。でも確かに今日左だって落ちたの。左だったよ。あ、試合終了。サッカー日本、わー、おめでたい、おめでとうございます。日本代表さん、サッカーすごい。そう、めっちゃ迷った。やってみてください、ニコーシ。ほんまに迷った、もうどっちって選べれんぐらい迷いました。レモンティーとミルクティー。レモンティーも美味しいよね。レモンティーも美味しい。レモンティーも好きですね。レモンティーもあったかな、あそこ。あ、餃子作り配信見に行ったんですか。でも私も見てました、配信始める前。餃子作り配信。ミルクって美味しいよね。お、メールまとめてみるの？まとめてみて。まとめて、まとめてみてください。お返事も待っとるけん。お金、返ってこんかったん、お金。なんで？どういうエラーだったんかな。めっちゃショックじゃねそれ。お金返ってこんの、せっかくのコーラーが。なん、どういうエラーだったんだろう。売り切れだったんかな。売り切れだったとか。それだったら表示されるか。コーヒー派、コーヒーね、飲めんのよねコーヒー。みんなで検証。確かに左側、左側検証、左側検証してみたい。左側、そう、めっちゃ自販機の前で。ほんまに左、今度もう一回やってみようかな、今度。別の自販機でちょっと試してみようかな。
に二度押し、それでまた左が出たら言うね、報告する報告するわ、それは。法則あるんかな。もうそれに結構運任せてきよったのに、今まで何回かやったことあるよ、左に二度押し、二度押し、自販機の二度押し、同時押し。100円、あ、100円自販機ある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 。でもなんかなく、少ないよね100円自販機って。100円自販機少ないよね、あんまりないけど、たまに見かける100円自販機。どれ見るかやめないとき同時押しでそうだね、同時押しもありかもしれない。けど私のショールームは迷わず来てねえ、お返事いるよ、せいちゃんからの返事ってことだよ。飲み物買っておつゆだけ取って帰って、どういうことだよ飲み物飲み物取らんかったんなんでえ、飲み物取らずにおつゆだけ持って帰ってきたそのまんまってこと、放置飲み物を自動販売機の中になんでなんでなんでなん忘れとったみたいな、なんでですかそう、同時常連ありがとう、間に合った、ありがとうミステリードリンクってなんだろう。手紙欲しい手紙欲しい、読みたいです。送れるようになったら送ってほしいな、楽しみにしてる。欲しいですね、読みたいです。手紙いいよね、なんか直接そのなんだろう、文面、打った文章を皆さんからもらうのもすっごく嬉しいけど、そのお手紙の手書きで書いてくださった手紙を読むってすっごく嬉しい、なんか特別。手紙ってすごいいいよね、なんか私も嬉しいです、手紙読むの手紙読むのめっちゃ好きなんよ。手紙待ってます。まだどうなんだろうね、手紙送るのちょっとわからないんだけど、ダメかもしれない。まだひーさん30日おめありがとうございます、日本で勝った、本当におめでたい。キヨポンさん30日おめありがとうございます。2つ出て、すごい2つ出てきた、めっちゃ、すごいねそれ、お得、お得やん。さっきに言ったんだ、ちゃんと、よかったよかったそのままもう忘れてさ、今もほっとらかしてるんかと思ったすごいよ、よかった気づいて。古田博和さん、初見さんこんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします、よろしくお願いします。確かに6月もよろしくねなかなかルーム現れないから元気かなって心配だったよ元気ならよかったです、6月もよろしくね。こんばんは、お茶買ったら教えなえ、なんかそういう自販機でのなんかエピソード談っていうか、これ買ったらこれが出てきたとか、これ買ったら2個出てきたとかっていうのあんまり経験ないかもしれん。自販機間違い、ダッコンさんチス、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします
ありがとう。こんばんは。ねえ、手書き嬉しい。手紙素直になれそう。じゃあその素直な気持ちを聞きたいです。素直な気持ち聞かせてください。あ、送っちゃったの。あ、まだまだなんだ。その手紙はじゃあどうなるのかな。どうなんだろう。めっちゃめ、そうなんよ、私瞬きめっちゃしちゃうんよ。めっちゃする。多分意識して配信見てたらめっちゃしてると思う。私瞬きめっちゃしちゃうんですよね。なんか無意識に瞬きしちゃう。パチ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 って。だからステージの時とかは本当に気をつけないとと思って意識してるんだけど、でめっちゃ瞬きしちゃう。写真とかね、パッて撮ってもらった時にこういう写真だったり、こういう写真だったり、こういう写真が多くなるから。ちょっとね、本当に瞬き気をつけんといけん。瞬き気をつけんといけん。分からんのね、無意識。ちょっとじゃあよし、今から10分まであんまり瞬きせずに訓練しよう。訓練、よし。こんばんは。訓練今日はね、9時半までする。すごい、お茶のボタン。あのさ、あ、バブハいってらっしゃい。私をありがとう、お願いする。やっぱりなんか、なんなんかね、分からんの、私もなんで目まばたきが多いのか。シレッド、シレッド、されちゃう、されないんじゃないの、シレッド。分かんないけど届けてもらえるといいね、ちゃんと推しちゃんまで。届けてもらえるといいけど、お手紙せっかく書いたの。まばたき難しい。まばたきしない、意識する。ステージでのドゥッチャの目力は表情行き過ぎが最大の。うわー、嬉しい。嬉しい。もう楽しみにしてて、オープニングと迫力満点なお送りします。難しいからやめよう、まばたきね。カウントしてみてほしい。結構多分してると思う。こんばんみん。そうそうなの。そう、半目とかになっちゃうから、自分もステージとかの写真も。だからまばたきね、できればね、あんまりしないようにちょっと意識してるんだけど、本当にあのアクタスクール広島に通ってた時から先生にずっと言われてる。まばたきしない、まばたきしないって、あすみ、まばたきしないってめっちゃ言われてて、はいはいはいって言いながらまばたきパチパチパチってしてた。あすみ、まばたきしない、あすみ、まばたきしない、今した、まばたきしないって、目薬つけなさいって言われて、はいなんなんかで乾燥するんかな。頑張ろう。で、普段はあんまり、ステージの時だけは本当にあの気をつけるようにしよう。緊張すると瞬きも多くなる、ちょっとって思う、自分を見てて。そうだね、手紙嬉しかったよ、あの時の手紙は。読んだよ、嬉しかった。
と期待しててくださいステージ。ションさん、初見さん、こんばんは。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。初見さん、 KNTNGGRNG さん、こんばんは。ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。そうね、スパルタスクール。そう、でもね、大事だから瞬きしすぎた。瞬きはせが、画性、画性陰疲労、ドライアイ、ドライアイね。なんかコンタクト入れてるから、だからなんか乾いてるんかな、乾いてるんかもしれん。コンタクト入れてるのがあれなんかな、わかんないんだよね私も。なんでか知らんけど瞬きが多い。頑張ります。ありがとう、としたんさん。わかる。あ、福田がりさんもですか。そう、緊張してる時に瞬き しちゃうんだよね。ファイトだぜ。ありがとう、じゃんけん。じゃんけんさん。じゃんけんさん、ありがとうございます。そうで、何ずっと言いたかった、あの何だっけ、あの自販機トークに戻るんだけど、今日自販機大好き。今日自販機大好きな日だ。あのラッキーナンバーが入ってるさ、ラッキーナンバーが7個並んだら当たりみたいな、当たりが入ってる、当たりくじが入ってる自販機あるじゃん。あれ当たったことある人いない説。いない説についてみんなと語りたい。おすすめのコンタクト知りたいです。なんか病院から一番初めに処方してもらったコンタクトをずっと使い続けてるんだよね。それが、まあ、病院のおすすめだから多分悪いコンタクトじゃないと思うんだけど、いいコンタクト知りたい。こんばんは。ねえ、当たったことないよね。え、あるの？当たったこと。え、あるん？ほんまに？嘘じゃない、それ嘘言ってない。ほんまにあるの、あれ。あ、昔当たってたんだ。いや、あれね、何回か挑戦するんだけど当たったことないよね、一回も。だからもう絶対に当たらないかと思った、誰も。え、あるん？え、すごくないですか。そんなに当たった方いるの？全然いないんかと思ってた。うん、スーパーサブ48さん、初見さん、こんばんは。ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。すご、大好きな自販機で2回連続。2回連続。それはすごい。運いいですね。ガリガリ君は当たったことあります。ガリガリ君は2回ぐらい当たったことある。自販機あずみと歴が違う。確かにね。確かに、うん、大先輩ですからね皆さんは。人生の大先輩なので。確かにそうかも。これから当たるかな、生きてたら。一回当ててみたいんよ。一回当ててみたいんだけどね、本当に当たらない。あれ
当てたい。ゆいなさん、初見さん、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。当たらなかったらダメだけどさ、当たらんのかと思った。当たらなすぎて自分が。設定確率、そっか。2%、 2% か。そりゃ当たらないな。ね、ガリガリ君も2回当たったことある。人生長いからそうだね。これからまだね、100歳まで生きても20で割ったら、20として考えたら自分を、あと何ぼ5、2、50、あと5倍生きれる。あと5倍。これまでの人生あと5回できるから長いですね。当てよう、頑張って。当てたい。1回だけでも当てたいです。あの当たり自販機。一回なんかお姉ちゃんの友達に、当たり自販機の前で、当たれなんかダンス、これをしたら当たるよみたいな感じで教えてもらったことがあって、なんかこう手をこうやってグーやって、こうやってやるの初めにね、自販機の前で。それで当たれってこうやってずっとやってたら、あそこの自販機当たるよって教えてもらって、小学校の時にお姉ちゃんの友達にね、ほんまに当たると思って一時期ずっとやってた、自販機の前で。当たんなかったけど全然。どういうおまじない。なんかね、そのお姉ちゃんの友達も今思えばさ、何それって感じだったけど、その子はほんまに当たったんだって。その自販機の前で入れて、当たれってやったら、もう一発で当たったらしくって。じゃけ教えてくれたいよ。こうやってやったら当たるよ、あずみちゃんって言って、えやってみるって言ってやったけど全然当たんなかった。ねねさん、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとう。初見さんね、えこんばん。おでんの自販機買ったことない。え、すごい、サインオーバー当たったのね。全部現代、本当に。え、すごいよね。そう、信じてた。当たんなかったけどね。ほんまに当たる、ほんまに当たるおまじないかと思った。いやー、当てたいな、一回、いつか。なんかあの当たりってすっごいお得感あるよね。一気に2本だよ、だってその場で。ガリガリ君当たるよりちょっと嬉しいかもしれない、あの当たり。しかもなんかなかなか当たらないからさ。こんばんは。大人になってそうかな。今やったら当たるかな。今やったら当たるかな。ちょっと人生経験積んだ私なら、小学校の時からに比べて。やってみようかな、自販機の前で。当たれってやってみてやってみて、ほんまに当たったら教えてください。
こんばんは。どうなってきて。やばいよね。ちょっとでもちょっとそう、道行く人から心配されそう。あの子何やってるんだろうって。ちょっと知らない人だから変な人だと思われてもいいっちゃいいんだけど。でも心配されそう。自販機の前でやってた。こんばんは、主権さん、はパワフリーさん、こんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。ね、やってよ。みんなでやったら怖くないかも。みんなで集まって、みんなで集まってやる。みんなでやったら怖くないってやつ。みんなで自販機の前集まって、当たりくじがある自販機の前集まって、一人ずつ順番に。あー当たんなかった。じゃあ次の方。あー当たんなかった。じゃあ次私行きます。あー当たんなかった。じゃあ次最後私が当たったってあるかもしれない。みんなでやったら、みんなでやってたら、なんかそういう人たち、そういうなんか、なんか陽気な集団だなぐらいで思われて終わるかも。一人でやったらちょっと恥ずかしくてね、やっぱ皆さんもやりにくいと思うので、みんなでみんなでやってみませんか。あずみん団で、あずみん団集まって。あきちゃん30日おめありがとうございます。恐れられるだろ。罰ゲームじゃない、罰ゲームじゃない。あ、みんなで、あ、確かに。みんなでさ、わかった。一つの自販機に向かって、30人か40人ぐらいでみんなでやったら、自販機に圧かけて。当たれー。当たれー。30人、40人ぐらいで圧かける。一つの自販機に向かって。そしたら、自販機も、怯えて、びっくりして。当たり出さないと怖いこの人たちってなって、なんか当たりが出るかもしれない。一人じゃなくて逆に、逆にみんなでやるパターン、みんなでみんなでやるパターンもありかも。ともくんこんばんは、ありがとうね。すごい怖い団体に。圧かけるんですよ、もう。最終的には圧かける、自販機に向かって。違う。っていう自販機話。自販機いいね。でも本当に当てたいの。カズさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。今度やろうね。今度いつか、いつかで、いつかやりましょう。いつかいつかやりましょう。こんばんは。もみじまんじゅうね、聞いた、あれ教えてもらったことあります。もみじまんじゅうの自販機でもあるらしい、あるらしい、あるらしいよ、もみじまんじゅうの自販機。でも行ったことないです、まだまだね、自分も行ってね、買えたことないんですけど。やばい、結構来たんよって。面白い、自販機の井戸端会議で話題になるかも。今日やばい客来て、ほんまにもう当たり出しちゃったんだよね。話題にする、自販機界隈で。
広島市内自販機の前だったらアドファンチみたいな本当に滑り目で自販機集合、自販機集合で集合自販機ね、もみじまんじゅうの自販機ね、行きたいんよね。こんばんは、こんばんは。自販機もみじまんじゅう行きたいんよ。中瀬駅のところにあるんだ。行きたいんですよね。そうそう、帰りせなかったよあると思う。でも当たりが出やすいのある気がするね。えもう書いてほしいよね、この自販機当たり出やすいですってわかんないから一回だけでもね当たりを感じたいのに、当たりを体験したい。仕事中なので配信系出せ、あーそっか、お仕事頑張ってね。届いてるかな、わからないか、頑張れありがとう。一人きつい、そう一人きついから、だからみんなでするんだよ、みんなでみんなでするんだよ。こんばんは、宝くじ売り場、確かに確かに宝くじも当てたいね。え、うどんの自販機あるの、知らない、初めて聞いた、うどんの自販機。あ、ともっちさん、アイス、アイスクリームありがとうございます。アイス3連ありがとうございます。アイスクリームラッキー、あ、ラッキー、あ、いい時間、明日、じゃあラッキー占いに行こうかな。明日のラッキーアイテムとラッキーカラー占いに行きたいと思います。ね、なんかあのカップヌードル、カップヌードルとかの自動販売機もあるよね。あれもびっくりしたもん、見つけた瞬間。わりかし最近見つけたんだけど、自分何これと思ったすごーと思って、カップラーメンの自販機ってすごいよね。買ったことないんだけど、まだその自販機でカップラーメンとか、あれすごいよね。結構何でもあるよね、いろんな種類。ラーメンも、あ、ピザもある。え、広島市内にピザあるんよ、知っとる？広島ピザ、広島ピザ広島市内のピザ、ピザの自販機があるの知ってますか？広島市内にあるんよ。買ったことないんだけど、あるのは聞いたことある。お友達に教えてもらった。ジュースが当たる確率、自販機の下に。そうなん。見つけたことないな。落ちてるお金とかあんまり。どん。だし、すごいだしの自販機、だし、だしのみ、どんな自販機なのそれはね、あるよね、たまに。そうそう、大学、確かに学校とかにもあったりするよね、ある場所は。あるよね、ピザの自販機。なんかね、あ、マキさん、初見さん、こんばんは。なんかあのね、公園があって広島市内にそれの近く、パルコがあるんですよ。クアトロとかがある場所、パルコがあって、
どこにあるかな、パルコがあって、なんかここら辺に公園があって、ここら辺にピザがあるピザの配達がある、ピザの配達だ、ピザのあの自販機がある、広島駅のパルコっていうお店があって、クアトルとかもある場所なんだけど、パルコがここにあったら、ここら辺に公園があって、こっちかな、でここら辺にピザの自販機がある、ぜひ行ってみてください行ってみて、こんばんは。出汁の自販機は初めて聞いた出汁。なんかね、ドンキよりもなんかね、公園があるんよ、あの近くに公園が。ドンキはパルコの横じゃん、真横にあるんよ、ドンキがね。公園がね、なんかここら辺にあるんよピザじゃない、間違った、パルコ、ドンキ、多分ここら辺に公園があって、ここら辺にピザがある。そう、行ってみてください。公園を探したらいい、パルコの近くの公園。え、お休み中なん、ピザの自販機、マジで、ほんまに、知らんかった。え、じゃないんかな、今行っても。うそん、ペロペロチーノさん、かっこいい、ありがとうございます。ピザ100回も言えれんよ100回も言えれんわ、10回なら言える探してみたけど、パルコ、そう、パルコの近く、黒町公園かな、分からんけど、出汁は、出汁の自販機が気になる。そうなん、まあ、ぜひ、あの現状どうなってるのか気になった方は行ってみてください。ピザの自販機あるんよ。そう、だから袋町公園かな、袋町公園の横にある、あの周辺探してみてください。やってないんだ今。私も一回行ってみたかったな。まもるさん、初見さん、はじめまして、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。笑顔ご飯ね、出汁も気になる、その皆さんが言ってるよし、じゃあラッキーアイテム書きたいと思いました。明日のラッキーアイテム、面白いよね、ピザじゃないわ、自販機で売ってあるの楽しいしね。なんか明日のラッキーアイテムは、何にしよっかな、明日のラッキーアイテムは、できた。明日のラッキーアイテムとラッキーカラーは、ドゥク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 じゃん。自動販売機で買った飲み物、ラッキーカラーはオレンジ色です。自動販売機にした。もうこんだけ自動販売機の話したら、自動販売機が。
呼んでいるようで、私のことを想定してた。オレンジ、オレンジですね。オレンジ、あ、オレンジジュース買って、買ってみて。自販機、自販機でなんか買ってみてください。そうだね、当たり付きの自販機があったら、ぜひ当たり付きの自販機で。オレンジジュース、オレンジジュース買ってみて。オレンジ、オレンジジュース美味しいよね。そう、つぶつぶが入ってるオレンジジュースも好きです、私。オレンディドゥース、オレンディドゥース、オレンディドゥーチュオレンディドゥーチュ、当たり当ててきてください。ぜひ私のダンスも使ってみてね。明日も一日頑張りましょう。明日金曜日だから終わる、終わるね。明日で平日もラストです。明日も一日頑張りましょう。明日は特別配信があるので、ぜひぜひ待ってます。6時から楽しみにしててください。何でもいいよ、飲み物は。6時からです、夜ので。明日は朝配信が6時45分から朝配信します。夜配信がね、明日はお休みですね。夜配信はちょっとできないかもしれないので、朝配信のみになります。6時45分からあのお見送り配信をしますので、行ってらっしゃいって。お見送りするけん、ぜひぜひ明日も朝会いに来てください。お見送ります、明日の朝。お待ちしてます。ありがとう、お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でした。よし、じゃあ最後にもう一回お話し会の話とちょっと告知系を。じゃん、オンラインお話し会に参加します。こちらの6日程に参加させていただきます。こっちがこの6月25と6月26のお話し会が今回の第3再販のラスト受付になりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしますこんばんは。そしてお話のテーマを考えてみました。こちら、6月25日土曜日、6月26日日曜日はあなたのことが知りたい日です初めてのオンラインお話し会なので、もう質問攻めにしちゃいます質問攻めにしちゃう、しちゃうぞ。お待ちしてます、たくさんお話ししましょう。待ってます楽しみにしてます。そしてじゃん、7月24日日曜日は七夕の月ということで、お互いのお願い事を言い合う日です。そして8月11日木曜日祝日は、今年の夏やりたいこと、楽しみなことをお話しする日です。教えなくても聞き出すもん教えてくれなくても聞き出すもんヒロピーさん、初見さん、こんばんは、ありがとう、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとう。お話ししよう。お話ししよう。9月10日土曜日は私のことをたくさん知ってもらう日。9月23日金曜日祝日はお互いの好きなところを言い合う日です。ラブラブしましょう。9月。そして6日程お話し会があるんですけど、6日程全部に参加された方、皆勤賞の方には、ここの9月23日の配信で私からの愛のささやきが待ってますので、ぜひぜひお楽しみにお楽しみにしててください。たくさんラブラブしましょう。お話し会楽しみにしてます。ぜひお待ちしてます。どんな、あ、初見さん、どんな抹茶か
どんな抹茶、抹茶全般結構好きなんだけど、どんな、あのね、飲み物の抹茶が一番好きかな。お菓子の抹茶も好きだけど、飲むお抹茶が一番好きです。一番お、ま、抹茶が好きになったのもお抹茶飲んでからがきっかけなので、ちっちゃい時に一番の飲み物の抹茶が好きですね。こんばんは、おかえりなさい、お疲れ様です。のみおくんさん、さくらんぼありがとうございます。かわいいもありがとうございます。こんばんは。あ、6月25、ありがとう楽しみにしとる。たっくさん話そうねたくさん話しましょう。二人っきりの空間でたくさん話しましょうね。楽しみ、ありがとう。すでに申し込んでくださってる方もありがとうございます。楽しみたくさん話そうね。楽しみです。こんばんは、アイ、アイラブユーちかさん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとうございますそしてこちらもお知らせです。6月9日木曜日、8時から9時であずみんラジオ配信があります。パチ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 、結構本格的なラジオ配信をしようと思ってるので、ぜひぜひ見に来てください見に来てください。そしてこのラジオ配信に向けてお便りを今募集しておりまして、こちらお便りテーマが1、無人島に持っていくなら何？ 2、ねえねえあずみん聞いて、お悩み相談。そして3、48グループのリクエスト曲を大募集中です。でこちらのお便りなんだけど、このね ST48 メールから募集をしてて、5月30日月曜日から6月5日の日曜日まで1週間お便りを受付中です。月始めまだ ST48 メールを取ってる方も、まだ取ってないよって方も、ぜひ月始めはあのなんだっけ、いつもよりもお得らしいので、ぜひぜひこれをきっかけに ST48 メール取ってみてはいかがでしょうか。毎日メール、楽しいメールたくさん送ってます。そう、アプリからの返信でお願いします。アプリからの返信に送ってください。たくさんのお便りお待ちしてます。メールもたくさん届けます。これからまだ間に合うよ。のみおくんさん、30日おめありがとうございます。こんばんは。ファンクラブから申し込みですね。ですですです、多分です。アプリからです。アプリから返信、返信アプリからちょっと待ってよ、私もちょっと詳しいことが全然分かんなくてごめんなさい。アプリからかな、アプリからになるかも。返事を、返信、アプリからの返信になります。ランダム、あ、ランダムメール届いた、よかったです。よかった、届きましたか。どんなメールが届いたんだろう。ぜひぜひお待ちしてます。モバメからの返信って言ったらいいのかな。通常のモバメでも返信できる。モバメからの返信、アプリからの返信もモバメからの返信も多分見れる気がする。私はどっちからの返信も、モバメからも返信できるんか。どっちも見れると、どっちも見れますね。どっちも見れる。ぜひお返事からお便り募集してみてください。お願いします。お待ちしてます。あとお名前を忘れずに、ペンネーム、なんかラジオネームみたいな感じで
名前を入れるのを最後か最初に忘れないようにしてください。ほくろみよく、ありがとうリモさん、ありがとうございます、嬉しいありがとう。よし、じゃあ壇上読みます。壇上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 13位、おにちゃんありがとうございます。12位あっちゃんありがとうございます。11位くまねパパさんありがとうございます。11位あしてびちさんありがとうございます。9位ならにしさんありがとうございます。8位ぬっしーさんありがとうございます。7位うっちーさんありがとうございます。6位まさむねさんありがとうございます。5位かぎ37さんありがとうございます。4位ペロペロチーノさんありがとうございます。3位ともっちさんありがとうございます。2位やる気猫 K さんありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ルバン、これは瀬戸内の太陽さん、ありがとうございましたありがとう、ありがとうございました。タカディンさん、初見さん、こんばんは。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いしますありがとう、パワー、ありがとうございました。明日はね、夜配信じゃないわ、朝配信のみになります。夜配信はちょっとでき時間的に難しいかなって感じなので、朝配信のみになるんですけど、6時45分からお待ちしてます。よこちゃんさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとう、今日の配信もありがとうございました。お疲れ様です、今日も一日、明日も頑張りましょうね。ありがとう。こいほー、わーすごい、松田スタジアムからこんばんは試合見に行ってたの、いいね、いいですね、スタジアムからこいほー、すごい、ズームスタ帰り、わーおめでたい、すごい、お帰りなさい、いいですね、勝ち試合、楽しかった、楽しかったですか。明日から10日さん始まるの、え、そうなんだ、知らんかった、あるのね、開催される、え、屋台とか出るんかな、10日さん、へえ、屋台は出ないか、さすがに。トーカさんいいね、にぎわうね、じゃあ市内がどうなんだろう、そっか、トーカさん始まるんだ、ありがとうございました。明日は特別配信、峰吉ありささんとの、きっと研究生4人とのでの特別配信お待ちしてます。6時からです、楽しんできます。あ、やったあるんだ、スクショして、すごい、そうだね、浴衣着ないとだね、いいね、行くんかなみんな
私行きたいな。でも行けれないかな、どうだろう。行きたい、浴衣着たかったな。いいね、どうかさん。じゃあにぎわいますね、市内がね。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。明日はじゃあ朝配信6時45分からお待ちしてます。お見送り、お見送りするね、朝の朝のお見送りするね。始まり、いいね、いいね。屋台、おやすみなさい。じゃあねえねえあずみんで今日も終わりたいと思います。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにありがとう、ありがとうございました。ありがとう大好きです。ありがとうございました。おやすみなさい。夢で、夢で会おうね。夢で会いましょう。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバイ。また明日ね。バイバイ。